戦グに防術は、南アフリカやエスワティニに住む、んぐに民族に伝わる防術。んぐに族は、戦争に備えて、武術を発達させてきたが、現在の形になったのは19世紀前半の、釈迦王の時代と言われる。この時代には、軍事力が大きく発達し、ズール戦争では、イサンドルワーナの戦いで、イギリス軍を破る活躍を見せた。 少年にとっては年長者と傍術の鍛錬をしていく中で部族の一員としての自覚を持ち大人に近づくという大事なものである天武王国出身であるネルソン・マンデラも少年期に学んだという結婚式等でも行われるという近年ではスポーツとして広める動きもありアメリカには道場もあるという武術家の初見吉明は 弟子と共に、南アフリカを訪れた際に、現地のズール族トングに某日の試合を行い、戦士を意味する、ウンタパニアニの称号を与えられている。ズール族の踊り。棒とやり、盾を持っているのが見える。左手に、インズクという小ぶりの棒と盾、右手に、ウブホコという長い棒を持って戦うほか、試合の時には頭に、帽子のような防具をかぶる。 槍を持つ場合もある。槍には投げて使う汗貝という調創と接近戦で使う短めのイクルワがある。試合は基本的に1対1で行われ、レフェリーがいる。どちらかが地面に倒れるか出血するか、降参の意思を示せば勝ちになる。ありがとうございます。